安田さん、お疲れ様です。私のね、YouTube チャンネルメインの方なんですけども、なんかね、またですよ、またカンボジアのこう恵まれない子供たちに寄付をしましたっていうのがダメになりましたね。どうなっちゃってたのかなと思います。まあでも、なんかこう個人が特定できる情報を晒したみたいなところに来たんで、カンボジア語のわけのわかんないガニガニって G ですけど、あれがチラッと映ったのが良くなかったのかなと思いますね。でも別に住所とかなんとかっていうか書いてないんですけどもね。あ、写真があったのはあったんですけども、あとはなんかそんな細かい情報なかったと思うんですけど、まあこれ考えてもしょうがないんで、まあアカウント番食らったなということで、吉田夏さんの方にも飛び火しなければいいんですけどもね。まあでも本当にね、これね、動画のやり取りでお互いの動画を埋め込んでるから、そういう意味ではお互いにリスクを抱える部分は抱えるなと、リスクをね、抱えさせてる部分もあるかなと思いまして、その点ではちょっとね、申し訳ありませんでしたと、前回も大変失礼しましたということでお話しとかない意見ですね。でね、私の YouTube チャンネルですけども、なんか最初に警告があって、その後1,2,3っていう風に、だから合計4回らしいんですよ。で、私の場合は前回ペナルティー食らった時に2まで行ったんですけども、でも3ヶ月が経ったんで、もうこれから消えて、もう最初の1個だけがついたんで、多分吉谷さんと同じ状態になってるんですよね。今回これがピッとつきましたんで、1週間の利用制限、これがもう1本つくと2週間の利用制限で、そのペナルティー中に何かがあるともうアウトですよってことなんですよ。で、今回のペナルティー期間っていうのは3ヶ月を設けられてるんで、もう11月の2日までなんかね、用心しなければならないってことですよね。だからあと1回は許されるんだけども、11月の、ね、3日ぐらいまで2個何かあるとダメということになりますね。それは腹をくくらないといけないかなと、サブチャンネルを育てていくしかないかなというところで、サブチャンネルから今日もお送りしております。まあでもね、いろいろありますね、 YouTube 活動してたらね。やっぱりどんなことも誰かのルールの上に乗っかってますからね。かといってルールを作った人はそのルールの中である一定の人数が来てくれないと、そのルールの効果もないということで、まあ、せめぎ合いなんじゃないかなというところですよね。なんかね、この世の中にはいろんなビジネスありますけども、当然ビジネスとしては成立しちゃいけないものもあって、違法なビジネスも存在してると思うんですよ。でもビジネスがあってお金の動きがあると、そのお金の動きの中から真っ当なビジネスっていうのは課税ができるんですよね。でもこのビジネスはやっちゃダメですよっていうふうに禁止すると、それが非合法なアンダーグラウンドの方に流れて、そこからは課税できないんですよね。だから大麻にしてもカジノにしても、その他のまあ極端なこと言ったらね、違法なものも、なんか性的な違法なものも一部は合法化されて、そこから課税を受けてるみたいに、なんかね、税金をたくさん集めようと思うと、どんな商売でも合法化っていう流れになるし、で、どんな商売でも合法化してタガを外しちゃうと、そのむちゃくちゃな商売が結局その国家の根幹を揺るがすことになってもいけないしって感じですよね。まあ例えばね、武器の製造とか販売っていうのを、バズーカとか銃とかね、刀とかね、こういったものを製造とか販売を日本で解禁すると、多分経済はすごく動くと思うんですよ。その代わり、まあ、犯罪も多発したりとかね、それから治安も維持できなくなって大変なことになっちゃいますよね。まあ、そういういろんな事情のせめぎ合い、もつれ合いの中で少しずつバランスを取ったりとか、たまには槍玉にあげるようなことがあったりとか、たまには冤罪があったりとかね、人間社会ですね。人間社会の混沌を表しているというところで、混乱の混でございました。いってらっしゃい。